ビビ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 時代君と、まあ、既にいわゆる皆さんには知られている N 国元ボランティア、元 N 国ボランティアかな、の、まあ、通称のりこさんが、と、あと、竹本ですね、この3人が裁判所で、尋問に答えると。で、そののりこさんだけはなんかビデオリンクということで、別の裁判所の法廷からビデオで接続するということに決まりました。これが1点目ですね。でちなみにその先ほどご紹介したこの石渡貴弘さんという方について、弁護士 .com ニュースで今年先月4月26日付でもう実名で更新教というですね、いわゆるインターネットでの、まあ、ネット上のそういういわゆるハッカー集団の嫌がらせを受けていてパンフレットをたくさん送られている被害者いうようなことで、まあ、千代君の名前でこの石渡貴弘さんのところにも物が送られてきたので千代君とも面識がある人なんですが、もう一人の被害者と千代君が言っている人は犯人は更新教ですと明確に説明でいただいているということでありますのでまあこの辺のところについても千代君が急釈明に答えないのでこちらはこの記事を裁判の資料としてで、まあ、これも可愛いニュースで2点目、これ大きなお話で、党名変更のところであります、先ほど申し上げた通り NHK 党としては最後の会見、家庭での会見となります、5月17日来週月曜日ですね、党名を新しく変更いたします NHK 受信料を知らない方法を教える党は古い政党から国民を守る党へ党名変更いたします、総務省の事前の内諾というか、まあ、電話での確認にバックが出ましたので、略称は古いとはありません、ね、古いだけですになりました。で、まあ、いろいろと紆余曲折がありました、まあ、諸派党であるとか諸派党連合とか諸派党構想とか、まあ、もともとやりたいのはこの諸派党構想をやりたいわけであって当面は実際何でもよかったんですが、まあ、特になしという政党名に行きたかったんですが、まあ、総務省の方から国民に錯誤するという恐れがある透明は認められないということで、まあ、支持政党なしが認められてこれが認められないのかっていうのはちょっと若干思いましたけども、正式な総務省の見解は社会通念上国民が誤認する恐れがあるため認められない、社会通念上国民が誤認する恐れがあるか、いわゆる特になしというのは、まあ、いわゆる国政政党を我々を応援するということだけじゃなくて、まあ、特に政党を応援していないから特になしと書いて、しまう、いわゆる誤解して認識するという誤認する恐れがあるから NG であるということで、まあ、この総務省の判断に対しても、まあ、若干の不満はあるんですが、まあそうは言っても総務省の言い分も 100% 否定するものでもありませんし、何よりもこの特になしが認められなかったことについて、まあ、古い政党から国民を守る党という名前にしたのはもう多くの賛同者がいるということで、まあ、この決定の電話が入った時ももうすでに別の政党の、まあ、政治団体の代表者
しい古い塔なんですけどね、変な言い方ですと、新しくできる古い塔なんですが、新しいこの古い塔っていうのは、古い塔はつけないので、古いっていう略称になるんですが、まあ、新しく誕生するこの古いという名称、古い政治塔から国民を守る塔なんですが、まあ、何らかの、まあ、基本的には、僕自身は、選挙管理委員会と候補者の間に入る仲介業だという形で、考えていてですね、基本的にはどんな候補者も受け入れようという姿勢でいこうとは思っていたんですが、やっぱりちょっと待てよということで、まあ、ちょっと待てよというのは、やはりそのインターネット上で我々は選挙運動をすると、だからお金を使わない、だから寄付も受け取らない、まあ、寄付を受け取らないことまでは、強要しませんけども、まあ、インターネット、YouTube や Twitter を使えば、選挙費用は非常に格安で収まるということで、その利点を使おうとしているんですが、すでにちょっとその YouTube や Twitter を凍結されている人たちがいらっしゃるので、まあ、もう具体的に言うと、日本第一党さんであったりとか、平塚君の、国民主権党の平塚君の Twitter がなんか今朝、凍結されたということで、ちょっとまあ巻き込みを受けるのはちょっとさすがに、まあ、その政党と我々がその政党を公認することによって、Google 社や Twitter 社からですね、同じような扱いを受けるとですね、他の政治団体とかこの諸派党に参加いただくところにはやっぱりご迷惑をおかけしてしまうという恐れがありますので、これは Google 社も Twitter 社も民間企業ですから、どの政治団体と付き合いをするのか、拒否するのかというのは、それぞれの会社に決定権がある
まあ今回 の、 その、選挙管理委員会、まあ、総務省の判断も、まあ、特になしは法律上僕は認めなきゃいけないと思ってます。総務省にそのような権限はないと思ってるんですが、まあ、そうは言っても総務省もやっぱり国民が混乱するような誤認するような名前をみすみす通すわけにいかないと、本来は裁判所で決めることなんですけどね、裁判所をやって裁判をやってたら選挙終わった後になるから、であれば総務省としても一見でやってしまえという部分があるんだろうと思います。だからそこについては、あの法律よりも優先しなきゃいけないものが僕は個人的にはあると思ってますから、総務省の判断を見てると、まあ、この新しい政党である諸派党構想に参加いただく政党についてはそれなりに判断をしていきたいと思います。ただ本当に嬉しいことに、本当に恐ろしいぐらい参加したいという方がですね、日に日にもう毎日のようにですね、来てくれていまして、これはやっぱりすごいなと。おそらくこれが当面の変更の発表があり、また衆議院選挙が終わる頃には相当回るっていうか、終わった後の来年の参議院、そしてその次の次の衆議院に向けては、これはまさに選挙の革命というか発明というのが理解して、とにかく古い政党から国民を守るというのは、古い政党がこれまでいかに既得権というものを使って自分たちの利益をこうガチガチに固めてきたか、その一つがこの公職選挙法の中にある25歳以下、参議院で言えば25歳、参議院は30歳未満、それ以外の選挙は25歳未満、このように若者をまず入れない、非選挙権を与えない、公職の公職者にもさせないというですね、もうまさにこれ古い政党が作ってきたこれまでのルール、そしてその古い政党がまさにこの NHK の受信料制度をですね、未だキープしているというところです。ただ、まあ、郵政民営化でも解散というか、郵政民営化で自民党が大勝利を収めた時のようにですね、 NHK スクランブル放送というような新しいですね、新しい次の次の衆議院選挙での政権交代も十分に可能だというように考えています。で、3つ目は受信料、まあ、昨日 NHK のニュースで受信料の収入がめちゃくちゃ減ったということが出てましたが、今更ですかっていう、ついに発表したかっていうことです。で、まあ、この NHK の受信料の減収というのは当然これは NHK の内部でもですね、分かっていたことですが、まあ、やっと決算見込みが出たというところで出してきたのかなとは思います。で、まあ、全てコロナを原因に受信料収入が減ったと、まあ、契約件数もですね、42万9000件ということで、まあ、全体でいうとこれ 1% ぐらい減ってると思いますし、支払い率については 1.8 ポイント減の 81% ということで 2% ぐらいこれ減ったということです。でこれが13年ぶりぐらいだったかな、15年ぶりの減少、まあ、15年前というのは
パレスの裁判も一審が勝ったんですが、控訴審にひっくり返されて最高裁で確定するということで、まあ、NHK の重要個人な主張というか、まあ、NHK 側の主張がどんどん認められた時期があって、それがピーク で、我々が当選したのが令和3年になるから、その最高裁の判決が出た翌々年になりますが、そこから基本的には下がる傾向にあると思います。で、昨年普通は下がってなきゃいけなかったと思うんですが、何らかの方法で、まあ、NHK の営業成績っていくらでもごまかしが効くので、あのそこは抑えてたんでしょうけども、それができなくなって今回のマイナスの発表に、まあ、これもコロナで営業をやりづらくってなってますけども、コロナで営業をやりづらくなったのもそれは事実なんでしょうけど、もう弁護士法違反の追及があのもう非常に厳しくなっている。もう今 NHK の委託会社が来たという相談は確かにいただいています。ただもう扉を激しく叩かれたとか、ピンポンを鳴らし続けられたとか、いわゆる契約するまで帰らないとか、こういったいわゆる、まあ、危険なというか明らかな迷惑行為とか犯罪行為は行われていません、そういうこともあってですね、これまでのそういう違法な契約の取り次ぎであるとか受信料の支払いというのがなくなったために、NHK の収入が減ったり、まあ、これは、昨年度だけではなく2020年度だけではなく2021年度も続くでしょうし、これからもおそらく続いていくと確信をしておりますので、NHK にお金を払わない、ことは違法ではありません。契約をするまでですので、お金を払わない方にしっかりと保証していくために、我々は古い政党から国民を守る党としてこれから活動していきますが、申し遅れましたが、これまでの NHK 党、いわゆる NHK から国民を守る党については引き続き私が代表者として、政治団体として活動してまいりますので、 NHK 党がなくなるわけではありませんので、もちろん NHK の活動はこれからもやっていきますので、そこはお間違いのないようにしていただいて、弁護士法のところについての裁判もこれも非常に精力的に動いていまして、まあ早ければ衆議院選挙までに一つは判決が出るのかなというところのスピードでは進んできています、まあ、NHK 側はですね、集金人の個別訪問をしてお金を取る行為というのが、まあ、契約をしたり受信料をもらう行為というのはこれは法律事件ではないという主張をしてきています。あれでって感じなんですけどね、いやあなたって受信料裁判してるでしょうと、法律事件ではないというようなもう主張をしてきているところに、まあ、これは文献とかそういういわゆる専門家のそういった意見だったりとか、過去の判例には NHK の受信料裁決の取り立てについて、法律事件ではないというようなそういった主張をしている方は学者さんとか誰一人いません、まあ、急に NHK 側が法律事件ではないというような主張をしておりますが、まあ、おそらく時間稼ぎぐらいのものであって、まあ、そんなに遠くない将来ですね、まあ、遅くとも来年の参議院まで、今年中には弁護士違反という判決が NHK が個別訪問をして一度断った相手に、いやこれは法律で決まってるから契約をしてくださいであったり、お金を払わないと大変なことになりますよと言ったりですね、支払いの一部払ってくれればいいですよというような、交渉業務をすることが弁護士違反になりますので、この弁護士違反については NHK に対して、損害賠償請求ができるものでありますので、これについても今やっている裁判、判決が出ればどんどんと今被害者の方はですね、NHK にお金を払わないというところで今
側が国民に対して我々のやっていた個別訪問というのは憲法72条に抵触する行為でありましたという謝罪をしてもらえる日が来るのを私は忘れずに待っております。長くなりましたが僕の方からは以上です。はい、はい、浜田の方から報告です。一応今週の国会での報告です。水曜日にですね、質問といいますか意見表明の機会がありました。水曜日2つなんですね。国民生活経済に関する調査会と、倫理政治倫理及び選挙制度の政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会というところで、こちら質問の機会がありました。で、調査会の方ではですね、テーマとして、困難を抱えた人々への対応というテーマで、この今国会調査会を行われてたんですけど、最後に今国会の、最後の調査会ということで意見表明の機会をいただいて意見表明してきました。この調査会を通してですね、例えば子どもであったり、困難を抱えた人々ということで子どもであったり外国人であったり、あるいは認知症の方、引きこもりの方ということをテーマにされてたんですけど、そういった方っていうのは NHK の訪問員に被害を受けておられますので、私としてはですね、一応調査会のテーマにのっとった上で、NHK 訪問員の問題を訴えてきてですね、さらに、NHK の訪問員、我々が NHK 党が国会で議席を得たか、あと、活動が、実ってですね、NHK の前田会長が営業委託業者の訪問営業を抜本的に見直すなどの発言をして、実際に予算としても営業経費を削減、3割削減するというようなことも、成果として出ているというようなことも意見表明としてさせていただきました。ハウリングしますね。で、次、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会は、質問時間いただきまして、我が党の掲げることを、主に、訴えてきました。それはですね、まず被選挙権年齢の引き下げですね。これは我が党ですね、25歳未満の方をですね、市議選、市長選に立候補させてきた経緯というのもありまして、そういった実践的な活動もしているということも含めて訴えていきました。で、もう一つ、訴えたのが、特に参議院の比例代表の定員増を訴えてきます。これは非常に衆議院、参議院というのが任意制あるんですけど、参議院というのは特に、特に少数意見、多様な意見を反映する場であると考えられることもできるんですね。で、その中で比例代表というのはもう特にその少数派にとって一番チャンスが出やすい、制度になっております。これについてはですね、一部の政党から比例代表の定数を削減するような法案が出されているんですけれど、いやそうじゃないだろうと、少数意見を大切にして、参議院でも特に、参議院では多様な人材を国政に送り込んで議論ができるようにするために、むしろね、定数は増やした方がいいんじゃないかというようなことをですね、訴えてきましたということを報告させていただきます。いずれもですね、動画については私の YouTube チャンネルの方に上がっております。で、来週の予定ですけれど、火曜日に財政金融委員会がありまして、20数分間質問時間いただいております。一応審議内容としては銀行法の改正案になりますので、もちろん銀行法の改正案についての質問はいくつかさせてもらいますが、それに加えて時間余ったところで使って NHK に関する質問などをさせてもらおうかなと思っております。ということで、私の方からは以上です。はい、こちらの方から以上です。ご質問あればどうぞ。クラークの及川です。まず1点目、白塚さんがアカウント凍結になったことについてのご見解をお願いします。はい、どういう理由でアカウント凍結になったかというのは本人もわからないと思いますので、
近あのご発言ないんですが、まあ、ひどゆきさんのことについてどう考えたと。はい、まあ、結局、まあ、獅子類々というか、まあ、当時2チャンネルがあった時に私の周りとかでも、まあ、ひどゆきさんを訴えて、まあ、勝っても賠償金を払わなかった、まあ、その額が立花さんの資産でして3億とか4億ですか。そういうことがありながら今テレビに出てるとか、まあ、そういったこととかどう考えですか。はい、まあ、サンデージャポンには出てることは承知しているんですが、それ以外にはどうも出てないのかな。まあ、アベマ TV がよく出てる、ネット放送。テレビタッグにもたまに出てますね。ですから、あんなにその彼自身がその4億円、というふうに本人がそう言ってるんですけども、これは、いわゆる間接強制といって、彼は損害賠償金の払いだけじゃなくて、記事の削除命令も出てるんですね。で、削除しないと1日に5万円っていう、まあ、これ間接強制っていうんですけど、いわゆるお金じゃない命令をしたと。従わない場合に1日いくらっていう罰があるわけですよね。それを入れるとおそらく20億円とかって言われてる。で、その彼が削除しろと裁判所に言われているものを削除しないことによって、未だ傷ついてる人っていうのは、まあ、見ようと思えば見れるわけですよね。だから彼が裁判所の指示に従わないっていうのは、その彼だけじゃなくて、いわゆる誹謗中傷された人が未だにその被害を受け続けているところに問題がある。その辺について、まだテレビ局の、まあ、プロデューサーはじめ関係者が気づいていないのか、気づいて出してわざとしているのかって分からないんですが、まだ我々の発信力というのは弱いところなんですが、まあ、あえて私は5月3日の NHK さんの番組でも、ひろきさんの名前は出していませんけど、関節機械の名前を出してですね、批判をしているところであって、これからも、ことあるごとに、まあ、彼が特にメンタリスト大吾さんと何かいろいろやってるようなので、今僕がここで変に言えば言うほど、その売名だと向こうは主張しているので、私は全くそんな売名っていうのは、むしろ彼らを叩くことによって票は落ちると思うんですよ。ひろゆきさんと私の思想って多分一緒だと思うんで、そうじゃなくて、本当に誹謗中傷に対して、僕はちゃんと本当撲滅したいっていうか、まあ、できるだけ被害していきたいと。だから、今ここで選挙前にひろゆきさんとなんかこう話題をやるよりも、まあ、実際彼 の, ことを調べてくれてる弁護士さん、これ複数です。金沢弁護士は逆に、今回の一番被害を受けているのは金沢弁護士だと思うんですけど、金沢先生はむしろ何も言ってきてなくて、別の弁護士さんからいろいろ情報が入ってきているので、彼自身は時効だと主張していますが、この時効は僕は絶対に成立していないと思っていますので、でもっと具体的に言うと、まあ、彼が中央大学の学生だった時に住んでいた八王子の住所から実は調べてもみたんですが、まあ、今の住所には行き当たっていない、行き当たることができなかった、まあ、相当巧妙に彼自身が民事裁判の被告になることを避けているっていうのはそこからも分かりにくい、分かり知れるというか、本当に調べれば調べるほど危険な人物だなっていうのは私自身は感じていますので、まあ、ここはこの衆議院選挙が終わった後あたりにもう選挙だとか言われないところで生かしてやろうと思って、しっかりとした証拠を突き詰めて、しっかりと揃えて言い返した。今言ったら向こうは必ず選挙目的だって言ってくるわけですよね。シャウンシュっていう話です、はい、必ずここは追求していきます、はい、最後に、三浦春馬さんのことで伺いたいんですが、はい、まあ、先週なんか、まあ、毎週土曜日三浦さんのツイッターデモをやってて、私はただそれを見て、まあ、事故
材してくれっていう声がありました。それとか水田春馬さんで東京新聞にファンの方が半分紙面を使って意見広告、あのメッセージ、追悼のメッセージですね、あのを出したりとか、私なんかそういう能力があるんだったら水田春馬と、あるいは水田春馬さんの真相を解明する党を作って、まあ、選挙にお出になるのも一つのアイデアじゃないかと。その時はまあ古い党から連携できるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺どう思いますか、水田春馬さん。はい、ありがとうございます。あの水田春馬さんの自殺の直後に私にもその同様の電話や手紙っていうのは複数届いて、ですからまさにそういうその人にとって非常に大きな出来事であるから、わざわざ政治家に電話なり電話してくる、その人たちの声をできるだけ政治に届けるというのがこの諸波構想のスタートでありますので、あのご指摘の通りですね、古い政党から国民を守る党の諸波構想に参加いただいて、水田春馬さんの死を考える党とか、これはもう大いにぜひとも参加いただきたいと思っています。から、まあ、今あの旭川、北海道の旭川の女子の彩花ちゃんですね、彼女ですの問題とか、まあ、森友学園の文書解剖書もそうなんですけど、まあ、社会的な事象に対してもこれまでは政治に訴えるとか自分が何かするってできなかったわけですよ、まあ、そういう何か起こった社会的事象に対して専門的に追及していくという政治などを立ち上げていただければ、そこに政党助成金が支給されるという構造になっていますので、一人でも国民は知ってもらいたいわけですよね。だから政権放送に出て水田春馬さんは自殺じゃないんだという主張していただくのは大いに結構なので、ぜひやってほしいと思います。最後に浜田先生に伺いたいんですが、まあ、この中において、まあ、国債の発行が増えて、またゾロというか財政破綻論を、まあ、主張される方がいらっしゃいます。浜田さんは、まあ、国債の累積債務が増えて財政が破綻するという論についてはいかがお考えでしょうか。まあ、国債発行についてはですね、まあ、皆さんご存知の通り、日本というのは円を使っていて、まあ、独自通貨です。で、まあ、基本的には、まあ、財務省も自身が認めているように、まあ、破綻というのは基本的にはもう考えられないというものだと思っております。まあ、そうですね、
情報があったんでしょうか。いやもう全部憶測です。憶測です。ただ逆に僕が今自民党側、公明党さんと自民党側にあればですね、ここで使わないというのはありえないんですよね。昨年5月の、まあ、10万円の給付の仕方を見ている限りでも、本来はやっぱり困った世帯に30万円という案が出たのを、公明党さんが全て一律10万円という形になったわけですよね。でじゃあ10万円配って日本の財政がすごく逼迫したかというと、ご存知の通り全く微動だにしていない。インフレが起こったわけではない。いわゆるハイパーインフレどころか、またデフレの状態と。まだまだ配れるということは誰しもが認めることだと思います。そうすると、もう選挙前、おそらく9月、10月の総選挙になろうかと思いますが、まあ、世論調査なんかを見たときに、まあ、ここはお金を配ってしまえと。おそらく自民党、公明党はどうかは別にしても、自民党の人たちっていうのは、そこはさすがに、僕が自民党議員だったら普通にそう言いますけどね。まあ30万円は厳しいにしても、1人10万、20万円というのは、前回あれだけ短い期間で10万円でしたから、今回はまあいろいろとご迷惑をおかけしましたと、コロナ収束、秋ぐらいにはワクチンが十分普及できて、収束に向かっておりますと、皆さんありがとうございましたっていう形を配ったら、国民わーって喜ぶでしょ。だから、多分30万円も遅くですけど、定額給付金については、おそらくやるんでしょうね。そのため、まあそれ絶対漏らしたくないから言ってないだけで、それは絶対言うでしょう。内部では間違いない。そんなのをどう考えても、誰がどう考えても選挙がもうそこにあるわけですから、逆に言えば10月までにあるって決まっているわけだから、財務省に対して10万円や20万円、30万円やっていうのを出させてシミュレーションはさせているとは思いますから、逆にそれは配らないっていうことを思っている人の方が少ないっていうか、こう言われたら、ああ、配るよな。もう一問あったので、森山さんに言わせて、まあ、内地総務省に届け出出した段階で、まあ、記事にしようと思うので、まあ、改めて古い党の意気込みや目的をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、僕もちょっと現地大阪にちょっと行かなきゃいけないので、特段まあ、本当に日々、まあ、最初は私も NHK を辞めて、NHK の問題の相談を受けておりましたが、まあ、心の病のことであったり、まあ、例えば昨日も家を追い出されると、その明日退去しなきゃいけないんだけども、どうにかならないかと、まあ、生活保護はもうすでに受けているということなので、ケースワーカーさんとっていう話で、とにかく日々、相談を、まあ、昼夜問わずいただきます。で、そんな中で、今まではお断りしてたわけですよね。我々は NHK の専門家であって、その他のことは分かりませんと、ということが、それぞれの専門家がですね、もう相当数の専門の政治団体が名乗り出てくれていますので、これからはその件については専門の担当者からお願いしいたしますのでというように、ほぼ全ての問題に対して対応できるようになるということは、本当に政治をやっている人間としては嬉しい。これをこれからしっかりと広めていって、まあ、私はもう二度と選挙に出るつもりはありませんので、政治家をね、これから特に若い世代、選挙にはお金、いわゆる地盤
県比例区から出たいと言って600万調達金を集めたらお出しになるお考えはある。はい、参議院の全国比例についてはこれは宣伝を目的にするという意味では全く意味のないものになります。一方でそこにエントリーをしておかないと国会議員にはなれないということになりますので、600万円の供託金をちゃんと用意していただけるということであればこれを拒否するものではありません。ただ政見放送をする機会というのがございませんので、イメージとしたら比例代表にはお一人は絶対に名簿を出すけれども、それ以外の小選挙区というか、まあ、その都道府県の方で候補者を出してその人が例えば三浦春馬さんの支持についてっていうのを政見放送でやることができますから、複合しないとですね600万円だけの方では厳しい。だから宣伝だけでやる人は300万円の地方の方で、本当に国会議員を目指す人は600万円と300万円を複数出さないと厳しいかなと思います。フレンドも例えば参議院比例の政見放送はまた立花さんをお話になるというイメージ。そうですね、だから古い政党から国民を守る党の政見放送というのは1本しか作れませんので、この諸派党構想について、ご紹介するということになりますので、まあ、私が出演するかどうかは別にしても諸派党構想をつまり古い政党から国民を守る党の公約というのはこういういろんな政治団体がありますので、それぞれ応援する政治団体の代表者の個人名を書いてくださいって説明をしなきゃいけませんので、その政見放送は説明に17分ですかね、がほとんど費やされると。特定の政治団体 の, 宣伝をそこではしないということになります。最後に一つ山尾修司さんのことについて伺いたいんですが、はい、昨日玉木雄一郎代表に、まあ、山尾さんが全然説明してないことについて、お尋ねしたら、まあ、玉木さんは代表として説明を求めているという、まあ、それをずっと繰り返しておられ、まあ、別の記者から山尾さんの比例単独1位東京ブロックからそれをこう辞めさせることがあるのかということについては、まあ、多分今日新馬さん幹事長が2時から会見やってそこで質問できされると思うんですが、まあ、幹事長案件になっていると、まあ、改めて山尾さんが説明してないことについてどう考えでしょうか。はい、本当にね絶好のチャンスなんですよね。だから山尾修さんが自分のことをどう客観的にご覧になっているかなんです。で私は東京ブロックの1位単独1位で、国民民主党さんが立候補してもおそらく30万票というラインは超えないということは、冒頭から玉木さんの方にお伝えしているつもりなんですね。ですからこのままもう前回も20万票台だったと思うんです。参議院はで、立候補した東京選挙区で出た方も水野さんですかね、10万票台だったと思うんですよね。でそれでじゃあ比例衆議院の比例ですが30万を超えるかっていうと非常に厳しいと思っているので、だから逆にチャンスで今回私は不倫をしてましたとかもう過去のガソリン問題とか含めてもう赤裸々にちゃんと説明をされると一気に注目が集まるんですよね。 でもそれとやりたい政治は違うんだと。プライベートはプライベート、私も弱い一人の、まあ、弱い一人の人間であり女性として恋をしてしまったと、それを発表することと彼女がやりたい憲法改正の問題とか政治的に思想はものすごい素晴らしいものをお持ちなので、それを前面に出せばものすごいフューチャーされるんですよ。いや面白い頑張れと思う人が出てくるわけですよね。だから非常に僕はチャンスだと思ってるんですが、まあ、残念ながらそのチャンスをむしろピンチにしているっていうのは国民民主党さんがそれなりに東京ブロックで実績取れるんじゃないか。僕は、まあ、ある意味選挙のプロを受賞していますけども、東京ブロックで30万票取るのが、おそらく日本第一党さんも出るでしょうし、我々も東京ブロックにはそれなり の人材というか、25区全部に出そうかと今思っているので、全然国民民主党さんの今の状況では、
堂々と、ね、すべての質問に、記者の質問に答えるということで、やられれば、一気に風では変わるとは思います。こんな感じで、ぜひ、正々堂々と、疑惑にね、玉木さんおっしゃってましたけども、国民がそういうのを抱いた時点、いわゆる記者の皆さんっていうのは、国民の代表者ですから、代理ですから、まあ、それは質問が尽きるまで、堂々と会見でお話になるっていうのは、至極当然のことだと思います。立花さんが以前、まあ、30万難しいっておっしゃってたことは、まあ、玉木さんにお伝えして、まあ、来週今の、構想山尾さんが出た方が、票になるということは、まあ、質問してみようと思います。以上です。はい、ありがとうございます。他ありますか？はい。作りました。4点ほどありまして、はい、まず1個ずつでいいですか？忘れてしまった。はい。大橋さんの方に。地方選の、地方選の、地方選の市でしょ。それは公認が外れたとかっていうような、その結果みたいな気がしたんですが、その辺の情勢っていうか、その地方選のあり方の、その公認とかの、なんか、変更があったのか、それの確認をしてください。すみません。私もですね、直接本人から聞いていないんですけども、中川さん本人からの希望で無所属にというような話は聞いております。で、まあ、来週から党変更ということもありますので、まあ、あえてこちらから積極的な発信はしていなかったんですけども、まあ、今世間に出ているような情報の無所属に出ている NHK から国民オールドというか、今が正確に言うと NHK 受信料を支払わない方法を知る等の本部とそれぞれの支部というのが、まあ、市議会議員とか区議会議員問わず一部ありました。そっちの方がやっぱりというのがありまして、でこの支部については、例えば、国会議員の丸山穂高さんなんかは、その支部長が国会議員あるいは国会議員の選挙を目指すという段階で、その整理をしなきゃいけないと。で、市議会議員のままでって人については、普通の、いわゆる普通のというか、法律上の公職選挙の100何条だったかな、に該当しないとできるので、とにかく支部というのは原則全部、原則というか、もう原則も一番ないから、全部潰します、6月中に潰してください。で、その代わり、1つでも2つでも構いませんと、1つ以上の政治団体を作ってください。でそちらの政治団体の方に、これまでは支部への送金という形を取っていた1ヶ月10万円のものについては、支部への寄付、支部、ごめんなさい、支部じゃない、政治団体への寄付という形で処理をするということになっております。はい、ありがとうございます。役所古い、これの表記とか、どういう感じでしょうか。表記。もしのデザイン、どういう感じでやってるのか。デザインっていうのは今のところ決
最後に現国政政党の既得権というか、いわゆるその政党助成金、これを今までの政治団体にも、回すようなこの仕組み、これ既得権のその何て言うか、ダムの席を切るみたいな、そんなイメージを持ってるんですが、今後まさにですね、で僕の予想というのは、これ選挙イコールお金がかかる怖いとかいうものがどんどん崩れていくと思っています。選挙ってそんなに簡単に出れるんだ、お金もかからないんだ、政権放送出れるんだ、新聞にも売れるんだっていうことが分かって、いわゆる著名な方のみならず、一般の人も、まあ、全然著名じゃない、これから YouTube で人気を取っていこうとか人も出てくると思うんですが、やはり僕の頭の中には前澤さん、宇宙に行かれるという前澤さんであったりとか、YouTuber の光くんであったりとか、いろいろな、これまで政治に手を出すと、スポンサーが逃げていくのかっていうような人たちが、そんなに簡単にできるんだ。だからもしくは今、吉本興業を辞めた人が、これまでその政治に手を出すと落ち目とか言われてた人が気軽に政治に参加できるだろう、ね、政治と選挙の切り離しって僕ずっと言ってる通りで、例えばジャニーズを辞めた手越さんに出てもらいます。でも手越さんは立候補しなくていい、政権放送だけ出てもらう、まあ、その一番の分かりやすいのがユタポンは政権放送に出れる、まあ、これ出れると思ってます、最終的に確認を取りますけども、中学校に行きたくないという少年の主張を今 の, その公職選挙法は25歳未満ということで抑えているわけです、ね、でも政権放送のビデオの持ち込みに関してはそれが選挙運動には僕は当たらないと思いますから、やはり立候補するのはお父さん、でも息子さんがこう言ってるから俺は息子の気持ちを国政に持っていくんだっていう形でですね、これまで選挙に出なければ政権放送に出れなかったっていうのは、そういうのも全部覆していこう。だから気軽に私も気に持ってます、いろんな人が政治選挙に参加する、で、選挙と政治が切り離されているので、立候補はしないけど選挙には参加するっていうような、そういう候補波が次の次の衆議院には僕は訪れると思っていて、その時に政権交代が実現できるだろうな、そういう意味ではこの古い政党っていう言い方、政治政党とあえてしていないのは、一つは漢字が難しいのもあったんですが、今国政を見るとやっぱり維新の解散なんかそこまで古いとは思わないんですよね。NHK 問題も今回予算は反対されていますので、もちろん令和新選組さんも古いわけではない。だから規制政党となると NHK 党も規制すでにできてしまったっていう意味では規制政党になるので、であればやっぱ新しい古いで振り分けた方が、だから新しい。というところを強調するには、この古い政党から国民を、古い政党を支持しないとというのもあったんですが、やはり何々をしないという否定的な言葉よりもやはり肯定的な言葉の透明の方がいいだろうということで、とにかくこれまで組織がなければいけないとか、お金がなければ選挙に出れないというようなことが次の衆議院選挙では一気に変わるから、終わってからね、あんな人も出てたんだ、来年の参議院選挙でさらにいろんな人が出てきますから、しかも出ればお金が儲かるという、選挙イコールお金を使う場所じゃなくて、立候補したらそんなに儲かるのというビジネスチャンス、選挙イコールビジネスチャンスだということを広めていくと、その次の次の衆議院選挙ではこれはもう国民はもう自民党に対して怒ってるだけで、立憲民主党に対しても同じように怒っているわけで、今そこの心の中で一生懸命喧嘩してるんですけど、そうじゃない、選挙に行かない 50% の人たちが、そうだよねっていう、新しい政治に期待をされ
先ほど前澤さんの話がちらっと出たと思うんですけど、はい、当初のツイッターの方で、党の代表にということで、なんかオファーをしてたような話があったと思うんですけど、はい、今現状どんな感じでしょうか。あ、これはもう全く何も覚えてないです。あ、断りも何もないんですが、まあ、それは当たった上でやっているので、はい、片隅に留めておいていただければ、こちらの動きっていうのはおそらく若干司書の方とか注目してくれると思うので、断りが特にないということは検討中だと思います。はい、わかりました。森山です。前澤さんつながりで質問させていただきたいんですけども、今年の12月に3日に日本人で2人目で宇宙に行くということが報じられてましたが、それについて何かコメントをいただけますか。宇宙に行くことについてコメントですか。いや、僕はもう怖くてより行かない。
道府県、道県から北海道と広島と長野については相談ケースが増えていることからしても、まあ、900万円の協賛金を払って選挙に挑戦したことは非常に良かったと思いますので、次の衆院選挙も289の中全部出そうとは今のところ考えていませんが、少なくとも47都道府県に候補者を出したいと思います。はい、あとは静岡の知事選に出るために4月の第4週と10月の第4週にやりますというのがあるんですが、国政選挙があるときにはそれに合わせるというはずなので、だから今のままでいったら任期満了で衆議院に行くと10月の27日なんですよ。そうすると10月の第4週よりもちょっと早めた方が早いということで、いわゆるまあ衆議院の方は総選挙というんですよね。で、総選挙と補選選挙を合わすみたいなことは多分すると思います。特別な法律をひょっとしたら作るかもしれません。いずれにしても次の衆議院総選挙で一緒にやるんじゃないか、それやらないんだったら10月の代表衆になると思いますので、まあ、いずれにしてもそれは衆議院後の話です。今のところちょっと衆議院に全力を注いでいるとあまり検討しているか、はい、そうですね、そのコールセンターへの問い合わせが増えたりとか、あとNHK の新規受信契約が42万件減少という話とかもあったりして、で NHK 関連で言うと、今日朝ドラのお茶屋が最終回だったんですが、立花さんが NHK をぶっ壊してしまうと朝ドラが見れなくなるんじゃないか心配ですると、皆さんもあの門立ちシスターズも言ったと思うんですが、その辺までどうなんでしょうか。ちょっと僕の朝ドラが今頃終わってることを知らなくて、そのなんとかっていうのは本当見てないので、タイトルしたら初めて聞いたんですけど、あくまでも NHK をぶっ壊すっていうのは NHK を見たくない人から守る方が優先なんですよ。だから NHK から国民を守る党なんですね。で、その後 NHK をぶっ壊すっていうのはキャッチコピーであって、 NHK を見たい人、好きな人はちゃんとお金出して NHK を支えてください。だから一番理想的にはやっぱり当事者なんですよね。ドラマとか芸能とかスポーツは株式会社 NHK でやって、で、福祉教養報道っていうのは公共放送 NHK でやるということをすれば、NHK のドラマを見たい方はしっかりとお金を出して見ればいいわけで、それがなくなるとは思っていますね。あとは、若い方の非選挙権の問題、お話されてましたけれども、25歳未満で選挙に挑戦し続けた NHK 党の相原さんが昨日で25歳になったと思うんです。今日だと思うね。あ、今日23歳。あ、今日それで休んでるんです。あ、そうです。そうすると今後別の方が25歳未満で出るのか、それか相原さんが25歳になったら衆院選に出る可能性あるのか。はい。相原さんは問題点のために立候補してくれたっていうことなので、特段自分が政治家になろうという意思はないので、立候補することはないと今のところはもう決めていません。将来変わるかもしれません。今のところ 100% ないです。で、新たな被験者というか、立候補しないと裁判できないというこの国の法律の制度があるので、今もうすでに25歳未満の人で立候補してくれている、相原さんが立候補してくれているので、この裁判を粛々と最高裁まで進めていくということになりますので、新たな25歳未満の人を出すということは今のところ考えていないんですが、ただ来年の参議院選挙はこれ30歳ということになるので、そこではさすがにもうそこまでにその被選挙権が30歳未満になった、いわゆる25歳未満とかになってない、26歳から29歳で一個もできないというような、まあむちゃくちゃな状態で来年の参議院を迎えるようであれば、あえて混乱させるために28歳29歳の人を擁立して、もう総務省とバチバチやろうかなと思ってます。そういう時には相原さんがまた当
して立花隆史より放送局のビジネスとして、やっぱり立花さんっていうのの価値っていうのはやっぱあるとっていう、まあ、評価をいただいているので、株式会社の社長として、商品の販売とか講演とかっていうのはちょっとさすがに一昨日の株主総会で、株主総会でもさすがに株主さんにちょっと利益をもたらさないと僕ちょっと社長としてちょっとダメなので、まあその中でももう株主総会を見て感動しましたと、こんな社長さんがいるんですかと、ぜひとも立花さんの名前で商品を売らせてくださいというのは来ておりますので、あのそういう意味ではちょっと政治家として回るというよりも、まあ一人のビジネスマンとして立花に会ってあのお金を出してでも会いたいという人にあのしっかりと商品を買っていただいて、講演活動とか商品を売るということであのお会いしたいなというのはやっぱりあのただで会えるってなるともう変な人いっぱい来るんで、さすがにちょっとそこももうあれは超えてるかなと。だからここの場合はもちろんただでお会いできますから、僕の方から地方に行くってことはあのありませんが、これからは営業目的で行く可能性としたらあります。そろそろいいですか。もうあります。じゃあもうちょっとこの後予定があるので、白血病を克服してオリンピック代表選手になった池江璃花子さんからにあの五輪を辞退してほしいみたいなあのネット上の書き込みがあったっていう話があるんですが、それについてはいかがでしょうか。いや、まあ、書き込みをした人はものすごい切実にオリンピックをやめてほしいと思ってるんじゃないですか、まあ、いろんな思いがあってやったと言ってるんでしょうけど、ただ選手に言うのはものすごい効果的なんですよね。だって選手の方がだって私はもう出ませんって言えばオリンピックやめざるを得ないってなるじゃないですか。だからでもテレビ局の方はオリンピックやってもらわないと困る人たちなので、だからそのそういう声を選手ですか、選手に言うのはちょっとやめてほしいみたいな風潮ですけど、だって聖火リレーの方だってやめていくって言ってるわけでしょ、有名人ということは参加選手がいやいやもう今回やめましょうと来年にすればいいじゃないですかみたいな声を上げてほしいっていうのは僕は反対ですよ。個人的にはオリンピックもここまで来たらやっちゃえばぐらいの感じですっていうか、もうあのもともと来年にすべきだと最初からやるべきじゃない、やるんだったら来年っていうのは去年の東京都知事選挙で言ってた通りなんですけど、もうこの状況ではもう絶対やりますよ、数字関係ないから。もう 今やめたら自民党次選挙勝てないんで、だからオリンピックで政治のためにやってるわけです。これはもう何と言われようが過去からずっとそうです。もうあのモスクワ大会ボイボイとしてるとか、オリンピックと政治って切っても切り離せないんですよ。だから NHK のスポーツ報道センターっていうのは報道局の中にあるんです。 NHK だけはスポーツ局ってないんです。報道局スポーツ報道センターなんです。それぐらいスポーツと政治っていうのは密接なんで、だから陸連の会長が河野太郎さんとか綱引き連盟の会長が長曽根さんとか、もうスポーツ競技だからそこがつながってるっていうことをスポーツが独立してるわけじゃない。だからプロ野球のように独立してるからプロ野球はやっていける、まあ、やってるっていうのはあれなんだけど、とにかくオリンピックと政治は一体なので、政治がもうやると決めてる以上はもうやるしかないんですよ。それをどうしても止めたければもう選手側からやめるって言ってくれっていうことを言うのはめちゃくちゃ合理的なあれは意見だと思うので、だからまあ選手としたら、おそらく困るでしょうから、ただそれはその一人の女性のアスリートとか選手に言うだけじゃなくて、それこそ選手の中で本来は集まって選手としての声明は出すべきだとは思いますけどね。まあ、だから選手の方は自分たちやっぱりトレーニングに手を出してるでしょうから、そういう横のつながりはなかなか厳しいでしょうし、ある意味選手同士ライバルですから、あなたが出ないんだったら私が行くよってなるわけですよね。トップの人が出なければじゃあ2番3番の人が私が行きますよってなかなか辞めるとも言いづらいっていうのもあるでしょうけど、あの国民がその選手側に辞退をしてくれっていう申し出については至ってまともっていうか、どうしても辞めてほしい。